ヒットネット TV をご覧の皆さん、こんにちは。はい、市役所ですの時間になりました。今回もよろしくお願いします。さて、今回のテーマなんですが、スポーツです。今回はこちらビッグアリーナにおいて、子ども夢創造事業車椅子ラグビーの体験会が行われますので、そちらの様子をご覧いただきます。それでは今回のゲストをご紹介します。高山市スポーツ推進課の岩田さんです。岩田さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。早速ですけども、はい、子ども夢創造事業とは一体どういった事業なんでしょうか。はい、子ども夢創造事業とは、はい、次世代を担う子どもたちが将来への夢や希望をですね、育めるよう、はい、スポーツや芸術、文化といった部門で、行っている事業です。なるほど。はい、スポーツでは、子どもの時から全国や世界を舞台に活躍されている選手の皆さんを、と直接、触れ合ってですね、プレーを間近に見たり、指導を受ける経験などを通して、自分たちも将来的にですね、そういった選手になりたいとか、そういったスポーツを極めたいと、そういった気持ちになっていただけるようにですね、なってもらいたいという思いでやっている事業です。なるほど。そういったその子ども夢創造事業なんですが、今回は車椅子ラグビーについて紹介されるんですよね。はい、では車椅子ラグビーについて教えてください。はい、パラリンピックの正式種目の一つです。そうなんですね。はい、別名ですね、マダーボールと呼ばれまして、はい、競技用の車椅子でタックルが認められている唯一のスポーツとなっております。激しい衝突によりましてですね、はい、転倒、パンクといったことも当たり前にありますし、はいはい、また一方ですね、そういった一方で4人制のチームスポーツでありますので、はい、それぞれの役割を分担して、得点を1点ずつ積み重ねていくという緻密な戦略も必要な、まさにですね、激しさと巧みさ、はい、その2つの要素を持ったスポーツになっております。なるほど。そんな見応えのある、車椅子ラグビーなんですけど、はい、今回東京からお越しいただいているブリッツというチーム、はい、すごいチームなんですよね。そうですね、全日本選手権でも優勝経験のある素晴らしいチームです。はい、またチームからは日本代表の選手も多く選出されております。そうなんですか。はい、今回のですね、体験会の会場に来ていただきます、はい、島川慎一選手と長谷川優輝選手、はい、このお二人が、今年の全日本代表として、はい、出場されておりますし、昨年まではですね、はい、チーム唯一の女性ということで、うん、倉橋舞さんですね、はい、舞選手が、去年までは、唯一の日本代表として参加されておりました。すごいですね。はい、またですね、先週行われました世界選手権では、はい、長谷川選手、島川選手、お二人とも大活躍されました。あ、そうだったんですね。はい、また今その国際大会、世界選手権のお話がありましたけど、はい、日本代表は世界的に見ても素晴らしい成績を収められているんですよね。はい、そうですね、日本代表は今世界ランク2位で、はい、去年行いました2018年の、はい、世界選手権ではなんと優勝1位です。すごい。先週行われました、2019年の世界選手権は惜しくも3位にちょっと終わってしまったんですが、ね、来年のですね、パラリンピックにおいては間違いなく金メダルを期待できる、競技になっております。素晴らしい。はい、そんなすごいチームのプレーを今日は間近で見ることができるんですね。はい、そうです。あ、とても今からワクワクしています。はい、はい、ではそれでは VTR をご覧いただきましょうか。はい、一緒に振りるよう。はい、では VTR どうぞ。どうぞ。島川選手で、長谷川選手で、荒竹選手、樋口選手、菅野選手、最後に田村選手です。かなりもうエスカリ合いが激しい競技になります。なので最近はそういったところもテレビの方でも注目されているので、ぜひ今日もそういう激しさってところにも注目して見ていただければ楽しんでもらえるかなと思います。先ほどデビューしましたね。お世話してもらいます。で、止まる。早いですね。早いですね。ではここから早速体験会に入っていきたいと思っております。拍手。
ここで参加された方にインタビューをしたいと思います、体験会に参加してみてどうでしたか？楽しかったし、迫力があるプレーを見れたので良かったです。はい、選手のプレーを見てみてどう思いましたか？激しいプレーだったし、それを転んでいてもと頑張ってやっていたところがすごいなと思いました。そうでしたよね。続いて保護者の方にもお話を伺いします。今回お子さんに体験会を参加させてみての、の感想を教えてください。はい、なかなかのパラリンピックでラグビーってテレビでもなかなか見る機会がありませんので、まあ、こうした場を設けていただいて参加することによって、やっぱり今日本でワールドカップが盛り上がってますけど、はい、まあ、子供もそういうことがすごく興味があって、はい、日々あのワールドカップの話題で盛り上がってますので、はい、今日の、体験を通じて、とても子供も楽しかったと思います。はい、では今回の体験会を通してお子さんにどういったことを感じ取ってほしかったですか？はい、やっぱりあの体でこういったことを感じてもらうことによってやっぱりあのなかなか見ることのできない競技ですし、またあの選手の皆さんの激しいプレーとか、また夢を聞いて、まあ、パラリンピックで金メダルを目指しているってことも聞きましたので、まあ、そうした夢を間近で感じることによって子どもにもそういった夢を持っていただいてほしいかなと、そういうふうに感じました。はい、ありがとうございました。はい、ここでブリッツの島川選手にインタビューをしたいと思います。島川さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。いくつかお話をお伺いしたいんですけども、はい、別名マーダーボールと呼ばれる、そうですね、とても激しいスポーツなんですけど、はい、島川さんがそもそもこちら その車いすラグビーを目指そうと思ったきっかけについて教えてください。はい、そうですね、僕あの、まあ、交通事故で車いすになったんですけど、はい、その後に陸上2年ぐらいやってたんですよ。はい、でその陸上やってた一緒にやってた友達が、はい、こういう競技あるよって言われて、で見に行ったのがきっかけではあるんですけど、もともとそんなに、なんていうのかな、あのチームスポーツが得意ではなかったんで、そうなんですか。そしてちょっと渋々見に行ったところはあるんですけど、なるほど。で見に行ってみたら、あの、まあ、ご覧になったようにあの、
ね、車椅子がぶつかる、はい、転倒するっていう状況を目の当たりにして、はい、普通あの車椅子ってこうぶつけたらいけないものじゃないですか、はい、そう思います。それがぶつけて当たって人倒して褒められるっていうね、なるほどあの非日常的な環境にはまっちゃいまして、はい、はまったと、まあ、それが、はい、きっかけですね。なるほど、そういうことなんですね、はい、で実際に今回はあの高山市にお越しいただいて、はい、体験会あの参加していただいたんですけども、はい、参加されてみてのご感想を教えてください。そうですね、最初はあのやっぱり皆さんちょっと緊張して顔が固い感じではあったんですけど、うん、そうね、やっていくうちにみんななんか笑顔になって、で、ね、ハンドボールのブルズの女の子たちもすごいあのテンション高く入ってきてくれたので、僕らもね楽しんでやれました。なるほど、うん、なんかみんなあの温かいというか、はい、で体験コーナーも子供から大人までみんな、うん、あの車椅子の扱いが上手なんですよね。そうでしたね、なんですごいなと思って、はい、なるほど。今回 の, その体験会を通して、参加者の方にお伝えしたかったこととか教えていただいてよろしいですか。はい、まあ、はい、あの車椅子ラグビーという競技を競技自体、はい、見られるのが初めての方が多分多かったと思うんですけど、はい、はい、すごいね競技は激しくて面白いので、ぜひあのパラリンピック東京パラリンピックも見に来ていただきたいなと思います。はい、はい、そうですね、今パラリンピックのお話出ましたけども、はい、世界選手権で前回優勝されたということで、はい、はい、もう来年に迫った東京パラリンピックですか、はい、金メダルの期待が高まっているわけなんですけども、はい、最後に視聴者の皆さんに向かって、はい、あのメッセージをお願いしてよろしいでしょうか。はい、はい、昨年、世界選手権オーストラリアで行われたんですが、そこであの日本は初めて優勝することができました。ただ、先週行われた、8カ国で行う東京で行った大会ではちょっと残念ながら、オーストラリアに1点差で敗れてしまい、3位で終わったんですが、やはり来年の東京パラリンピックについてはもう僕は金メダルしか見据えてないので、ぜひあの皆さん応援していただいて金を取る姿を目に焼き付けてほしいです。頑張ります。ありがとうございます。今力強い言葉をいただきまして、はいはい、本当にあの来年の東京パラリンピックのご活躍を期待していますので、はい、頑張ってくださいね。応援よろしくお願いします。はい、ではあのお忙しい中ありがとうございました。ありがとうございました。ここまで島川選手のインタビューをお届けしました。はい、ここまで、イベントの様子をお届けしました。いやー、岩田さん、今回車椅子ラグビー初めて見たんですけども、はい、とても迫力があって見応えがありましたね。そうでしたね、はい、でまた世界選手権で優勝という成績を収められていますので、はい、来年に迫った東京2020パラリンピックとても楽しみです。そうですね、はい、あのプレイヤーの皆さんは、うん、手や足に障害があるにもかかわらずそれをものともせず、全力でプレーをしていただき、はい、とても素晴らしいプレーをたくさん見せていただきました。そうですね、まさに今日はあの選手の皆さんヒーロー、ヒロインだったと思います、はい、まあ、与えられた環境をですね、マイナスと考えず前向きに努力し希望を持って取り組むことで、またそういったスポーツを極めることで、どんな夢も叶うということを実現されている素晴らしい選手の方だと思います、はいはい、来年のパラリンピックでは間違いなく日本代表チームが金メダルを取れると思いますので、皆さんもぜひ全力で応援をしていただきたいと思いますし、私どもも楽しませていただきたいと思います。はい、本当に今日は素晴らしいイベントでした。はい、ありがとうございます。先ほどからお話が出ていますけども、来年はいよいよ東京2020オリンピックパラリンピックが開催される年になりますよね。はい、来年の4月4日にはですね、はい、東京2020のオリンピック聖火リレーが高山にやってまいります。はい、今後ですねコースや、ランナーについて、随時、情報が入り次第皆さんにもお知らせしていただきたいと思いますので、ぜひみんなで、オリンピックを盛り上げ、オリンピック、あ、パラリンピックもですね、盛り上げていただきたいと思います。はい、高山市に聖火リレーがやってくるんですね。そうです、はい、すごい光栄なことですし、そうですね、もう楽しみですね今から、はい、ぜひ楽しみにしてください、はいはい、視聴者の皆さんも4月4日の土曜日は、沿道からぜひ、一緒になって、応援していただいて盛り上げていきましょう。はい、今回はスポーツをテーマにスポーツ推進課の岩田さんと一緒に、子ども夢創造事業車椅子ラグビーについてお届けをしてきました。いよいよ来年に迫った東京2020オリンピックパラリンピック聖火リレーをはじめとしまして、市民の皆さん一緒になって盛り上げていきましょう。
それでは今回の番組ここまでとなります。岩田さん、ありがとうございました。ありがとうございました。